庄内町八幡スポーツ公園は山形県東田川郡庄内町にある運動公園。体育館、屋内多目的運動場、屋内運動場、サッカー場、ソフトボール場、多目的広場の6つで構成される運動公園である。2013年5月に竣工し、2ヶ月後の7月に供用を開始した。申請により利用が可能。 アマチュアスポーツとそうでないもので、使用料金は異なる。トレーニングルームも存在するが、利用する際は利用者講習を受ける必要がある。営業は午前9時から午後9時30分まで。休館日は毎月第1月曜日、第3月曜日、第5月曜日及び年末年始となっている。屋内競技の運動場、テニスコートやゲートボートコートも備えている。位置は、 省内庁余梅屋座大塚65番地に無料で利用できるウォーキングコースもある。位置は省内庁余梅屋座大塚66番地置。省内地方では初めてとなる人工芝のサッカー場である。ナイター設備もある。位置は省内庁余梅屋座館のうち13番地にソフトボール用のグラウンド。ナイター設備あり。位置は省内庁サッカー場に同じ。 野球などの競技で利用可能。ナイター設備あり。位置は、庄内町サッカー場に同じ。AB、山形県庄内町に、八幡スポーツ公園が完成。2013年7月より、利用開始。長谷川体育施設株式会社。2017年6月2日閲覧。総合体育館。庄内町八幡スポーツ公園。 2017年6月2日閲覧。屋内多目的運動場。庄内町八幡スポーツ公園。2017年6月2日閲覧。ホタルドーム。庄内町八幡スポーツ公園。2017年6月2日閲覧。AB。八幡スポーツ公園観光スポット情報。山形県庄内町観光情報サイトナビ。庄内町。 2017年6月2日閲覧、ありがとうございます。